皆さんこんにちは、ハムです。今日はネイルチェンジをしていくんですけれども、ちょっといつもと変えまして、利き手と逆の手で施術するところをお届けしようかなと思います。今ね、ちょっと痛々しいことになってまして、悲劇の大惨事が起きてからは、3週間ぐらい経った状態です。どんな大惨事があったかと言いますと、これちょっとお話ししたら怒られちゃうかもしれないんですけど、うちね、実家に母が飼ってた猫ちゃんがいまして、噛まれるんですよ、よく。結構ね、傷だらけになっちゃってて、反対側もね、ほら、この日は本当に痛くて、反射でちょっと叩き返そうとして手が出ちゃいまして、こうバンと、そしたら見事避けられまして、私は床に手を強打したんですけど、中指に関しては出血したんですよね。私、爪がついてるのに爪の隙間から出血がしたのは初めてで、この横もね、内出血みたいにもっと青く、こうひどかったんですよ。で、人差し指は亀裂が入っただけですね。これはジェルだけに亀裂が入ってます。地爪は無事ですね、割れてないんですけど、もうこの2本が痛すぎてですね、特に中指、もう1週間ぐらいね、もう触るのも痛くって、全然オフできなかったんですけど、やっとね、とりあえずオフして、中身を確認して、あ、ちょっと剥離してるかなぐらいで、はい、無事に補強のジェルをつけて過ごしてました。やっとね、触っても痛くなくなりましたし、他の指も付け替えの時期が来ましたので、今日はこのボロボロの爪も、綺麗にフィルインしながら付け替えをしていきたいと思います。利き手と逆なので放送事故になるかなと思ったんですけど、今回は、無事綺麗に全部オフできました。利き手と逆の手です。マシン使うときは回転を逆にしておいてください。はい、それじゃあオフしていきます。これね、私、地爪は割れてないのが分かってるので、X コースで殻をね、削っていってるんですけども、お客様のお爪の時ちょっと怖いと思いますので、こういった時はね、ファイルで処理してもらったらいいんじゃないでしょうか。殻だけ取りますと、やっぱり亀裂が入ってる前後は浮いてますので、その浮きもね、このまま取っていきたいところです。もう本当にね、撫でるだけみたいな、もう力一切入れてないです。もう勝手にこう、なんかマシンで表面を撫でてるだけって感じです。ちょっとね、色が薄いから見にくいとは思うんですけど、慎重慎重にね、カラーとなるべく段差ですね、浮いてるところも取ってしまって、その取ったところとの段差も少し取りながら進めていきます。ただいさえもね、自分の爪するときってスキンダウンができないのでやりにくいですから、まあ無理せず次のビットでやっていきましょう。ここ本当は触りたくないんですけど、まあね、応急処置もちょっと適当にしたって言いますか、まあ分厚いのでしっかりね、厚み取って、ちょっと可愛く色を入れていきたいなと思います。今日は、この2本だけを写して、あとはカットしていこうかな、尺の問題で、はい、そのようにしていこうかなと思います。はい、カラーと厚みまで取れたらビットを変えて、こちらはルミナのオリジナルビット、ダントリーというビットです。ここからね、浮いたところを取っていきますよ。段差を取るイメージで、ジェルの上からずっと優しくなぞる感じで段差を取っていきます。この時も本当に力全然入れずに、もう
重力でビットの重さだけで爪に当たってるような感じで、優しく優しくね、削っていきます。この浮いてるところは少し力を入れながらこうやって飛ばします。浮いてるところはね、で浮いてるところがなくなったら、また地爪と、ジェルとの段差を埋めていきます。結構ね、やりにくいとは思うんですけど、利き手の逆の手だしね。もうとりあえず力入れないことだけを頭に入れて、少々ね、ボコボコでも大丈夫です、フィルインの時ね。ここも段差取っていきます。このね、手がつりそうになりますよね。でもしっかりね、支えもしながら、もう浮いてるところはね、地爪になってしまっても仕方ないので、全面がね、綺麗にフィルインはできないんですけど、ジェルついてるところだけできるだけね、フィルインしていきます。もう結構派手にぶつけたのが分かりますよね。ジェルが折れちゃうっていう、よくね、見てもらったら分かるんですけど、お爪の下にね、黒い点があるんですよ。これね、挿下出血っていうやつなんですけど、爪の下にね、黒い点があるんですよ。これね、衝撃があったことの事実なので、お客様とかでね、なんでか知らないけど折れちゃったとかおっしゃってて、こういうのが見られたら、中でね、これ一応出血してるんで、多分いつかぶつけられたんだと思いますよ、みたいなことがね、言えると思います。ね、地爪の部分もなんか二枚爪みたいな、地爪に線がこうやってギザギザついてるところ、これもこのままジェルのせるとよろしくないので、綺麗に取っていきます。全然ファイルでもいいんですけど、めんどくさいのでこのままね、ビットで取ってますね、私は。この表面ちょっとボコボコになっちゃったところは、後でスポンジバッファーで滑らかにつなげていきますので、ちょっとね、表面ボコボコですけど、次いきます。次はね、根元、キューティクル側がグリーンと浮いているかなって感じです。で、この爪に関してはちょっと厚みがまだありすぎますね。ビットが立ってしまうので、本当はもうちょっと厚みを落としてからの方がいいかなと思います。それに気づいてね、今厚みをちょっと落とそうとしたけど諦めましたね。浮いてるところは落としていくのはちょっと力入れても大丈夫なので、境目を重点的にビット当てていきます。この時にね、やっぱり厚みが残ってると、それだけこう段差を取るといいますか、つなげるのが大変になってきますので、最初の X コースのビットでしっかり厚みを取っておくことが大事です。ちょっとね、もう本当にこの指するのも指がつりそうなんですけど、しっかり小指で支えを作ってビットを当てていきます。
ここはね、やっぱり厚みがあるのがちょっともう失敗なので、後で X コースのピットに持ち替えて潔く厚みをそっちで落としていますので、そこまで飛ばします。今回は結構長さ短くしちゃうので、ニッパーで長さ落としていきます。中指はニッパーしちゃうと、先端がやっぱり浮いちゃうかなと思いましたので、X コースで長さ後で落とします。そしたらエメリーボードで形を整えていきます。私はこの時いつもエメリーボードを使ってます。で、その後にバッファーですね、スポンジのバッファーでバリも取りながら、表面のボコボコをちょっと面で落とすような、面でつなげていくようなイメージで軽く バッファーを当てていきます。左手でするとどうしてもね、表面ボコボコになってしまうので、この時にある程度表面をね、整えていけばいいかなと思います。そうしましたら、ケア用のビットに差し替えまして、甘皮をケアしていきます。使ってるビットはグリーンポイントのちっちゃい方ですね。しっかり爪の際からサイドからキューティクル周りにかけて、もうこれも爪を掘らないようにお爪となるべく平行にして、優しく優しく当てていきます。甘皮は押し上げないといけませんので、張り付いてるところはね、何回か通しながら甘皮を押し上げてルースキューティクルを飛ばしていきます。人差し指も同じようにサイドからしっかりね。もうサイドは本当にスキンダウンしっかりして、爪の端っこまでね、ここ結構ルースキューティクル残ってたりするので見落としないようにね、最終チェックとかしてください。じゃあ他の指もやっていきます。そしたら、ガーゼクリーンしていきます。もうほとんどね、ガーゼクリーンだけで綺麗にはなるんですけど、残ったところはね、ニッパーで切っていきます。見えるかな？しっかり中のね、ダストとかバリが残ってないかチェックしながら、もう左手のニッパーとかもうやりにくくて仕方ないけど、頑張ってね、やっていきます。なんかこれ見てて怖いですよね、人のやつ見てるのってちょっと怖いけど、手とは反対の手なので、ちょっとたどたどしいところはね、お許しください。他の指もしっかりガーゼクリーンしていきます。はい、じゃあガーゼクリーンまで終わったらプライマー塗っていきます。私はね、プライマー塗る前にいつも手を洗いますよ。しっかりダストオフしてからプライマー塗っていきます。使ってるプライマーはプリジェルのマジカルプライマーですね。
本来ね、フィルインであれば地爪の部分だけに塗れば大丈夫です。じゃあベース塗っていきます。使ってるベースはパラジェルの EX なんですけど、これね、ちょっと生焼けになってるような、ちょっとうっかりね、硬化が始まってしまってるような感じでちょっと固形になってるんですけど、全然品質問題ないので、もったいないから自分用に使っています。お客様には新しいやつを使ってます。でね、ここからちょっとピンボケがねひどいんですよね。ちょっと皆さん目が疲れないように、あんまりね直視しないように気をつけてください。パラジェルはもうこれね、固形になってしまってるから、半固形なので、もう薄くボコボコでも全然気にせず、このまま塗っていきます。後でねフォルム整えていきますから、とりあえず薄く塗り漏れがないようにだけ塗っていって、あとエッジもですね塗っていきます。で、他の指もできたら硬化します。で、フォルム整えていくんですけども、今ねこのフォルム整える用のジェルがちょっと使ってるやつがよろしくなくって、前のネイルチェンジではハピネスジェルのベースを使ってますよって紹介したと思うんですけど、なんかね先端が欠けるっていう、カラーがね、カラーの先端、カラートップが欠けちゃうっていうのがお客様でちょっと何人か出ちゃって、他のネイリストさんからもねそうなるって聞いてたので、あ、私もなったと思いながら、ちょっと今ベースの上のフォルム整えるジェルをプリジェルに変えようかなと思ってます。うちはねカラーがほとんどプリジェルなので、プリジェルのスカルプ&トップかスタイリングベースっていうやつ2種類買ったので、またそちらもね購入品の動画をまた撮る予定ですので、ご紹介していくと思います。で、これはね先ほど言いましたハピネスジェルのベースを使ってるんですけど、まあ、しっかりフォルムね、光を何回か当てながら縦にスッと入る光の筋ができたら硬化していきます。で、今日はマグネットをしていきますので、先ほどのベース用のジェルの筆とはまた違ったジェルの筆で塗っていきます。もうね、今回はシンプルにワンカラーみたいな感じでマグネットで10本いきたいと思います。マグネットもね、あんまりこうボコボコ表面がしてるとちょっと見栄えが良くないので、しっかりね、ムラとかがないように塗っていきます。で、一度塗り目はそのまま硬化していきます。で、二度塗り目ですね。一度塗り目よりも若干気持ち、多めにカラージェル取りまして塗っていきます。で、硬化する前に磁石を近づけていきます。私は最近この棒のタイプの磁石がお気に入りで、ぐるっとねちょっと立体的な光の出方がなるような感じのデザインにするのが好きです。こう光に強弱があるみたいな。はい、何回かしながらね、いいところで硬化していきます。で、トップコート。今回は長くないけど、一応いつもハードコートしてるので、プレストのノンワイプハードしていきます。トップコートですね。で、ノンワイプ系ってすごく硬化熱が出るし、ハードジェルになると余計に硬化熱すごいですので、この子はね、薄く薄く塗っていきます。
もうトップジェルでフォルムを整えようっていうのはもう本当にいいことがないと言いますか、オフも大変になっちゃうし効果熱もすごいので、やっぱりね、あのベースカラーを塗る前にフォルムを整えておくことが大切かなと思います。じゃあ最後完全硬化をして拭き取りをしていきます。どうでしょう、可愛いですよね。あ、そうだ、使ったカラーなんですけど、今回はネイルタウンさんから出てるギャラクシー05番を使いました。こちらまたね、あの概要欄に楽天ルームのリンクを貼っておきます。そうしましたら最後仕上げのファイリングですね。もうセルフネイルだとスキンダウンができないから、もう少々のはみ出しは絶対ある。もう私もめっちゃはみ出してます。でももうしっかりね、こうやって削っておけばそんな取れちゃうっていうことはないので、しっかりね、あのファイル入れてはみ出しは修正しておきます。こっちとかすごいからねちょっと恥ずかしいぐらいはみ出てるんですけど、ここね、これもね、しっかりあのファイルで取れば問題ないですから、もうこっち側は塗りにくいから仕方ないですよね。利き手と逆の手だと、右手だと右側どうしてもね見えにくいですから、はみ出しがあってもなくても全体的にあの一度ファイルは通しておくと持ちがいいと思いますので、やってみてください。じゃあ全体的にやって完成します。はい、完成はこんな感じです。シンプルでいいですよね。はい、そしたら最後オイルを塗っておきます。今使ってるオイルは LCN のオイルを使ってます。しっかりキューティクル周り、あのケアした後はやっぱり乾燥するのでね、お客様にもあの保湿するようにお声掛けしてあげてください。中も塗ってあげるとね、あの大変いいですから、全体的に塗って指でくるくるマッサージしながらなじませていってもらえればいいと思います。なんかちょっと色っぽいですよね、チュルンとした感じが、ピンクですしね。はい、そうしましたら今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。